はい、ということで、キャンプにやってきたんですが、今回ね、新しく、これめっちゃかっこよくない？はい、こちらのノメディックっていうメーカーのスピーカー、かっこよくてちょっとキャンプに持ってきちゃいました。これいただき物なんですけども、なんか、スピーカー兼プロジェクターらしいんですよね。なんで、ちょっとこれで楽しみたいなと思って、今ちょうど設営が終わったところです。はい。で、僕ね、なんでこれ結構響いたか、僕ね、あんまりプロジェクターとかスピーカー普段使わないんですけど、これもう見た目が良すぎて、僕、深緑好きなんですよ。この服も深緑だし、車とかも深緑じゃないですか。で、この金のね、この、なんだろう、差し色っていうか、この色も大好きで、この色味、形がすごいハマって、すごい持ってきちゃいました。キャンプにめっちゃいいなと思って。キャンプにもいいし、あとは、なんかこう、機能面も多分素晴らしいんですけども、それ以上に、見た目によって、なんだろうな、家に置いたとき、インテリアとかに置いたときもめちゃくちゃ映えるなと思って、なんか使わなくてもいいなと思っちゃうぐらいのやつです。はい。ということで、改めまして、今回は映像好きの友達と一緒にキャンプに来たぞということで、プロジェクターも持ってきちゃいました。みんなでプロジェクターで映像見るのって、もう本当に最高よ。さて、今回持ってきたプロジェクターは、ノメディックというメーカーの X300 と、いうプロジェクター兼スピーカーです。メーカー自体は僕も初めて知ったのですが、とにかくこの見た目に惚れてしまいました。緑&金というカラーリングにシンプルなデザイン、そして持ち手の部分もレザーという、僕のために作りましたみたいなかっこいいデザインをしています。今回はアウトドアでのスピーカーやプロジェクターとして利用してみましたが、自宅でももちろん使うことはできます。自宅で使う場合は壁に投影するのはもちろん、天井などに投影して寝ながら映像を見ることもできちゃうので、これは夜寝れなくなりますね。そしてこちらですね、かなりスペックも高いモデルとなっています。サウンドについてなんですけども、ハーマンカードンという有名なオーディオブランドが音質面を手掛けていて、かなりクリアなサウンドを楽しむことができます。音量もですね、かなり爆音というぐらいまで出力ができるので、アウトドアでも十分以上の音量が確保できます。音としてはきらびやかな中音、高音が結構特徴的かなと思っていて、低音は若干控えめに感じました。まあ、外でね、響くと他の方の迷惑になるので、今回のシーンではかなりちょうどいいなと思いました。まあ、室内だと逆に低音も十分響くと思いますので、ちょうどいいクリアなサウンドかなと思います。映像に関してはフル HD での再生が可能で、夜のキャンプでみんなで映像を見るのがもう最高だったんですけども、ちょっとこれ後でね、しっかりとご紹介させてください。接続周りかなり優秀で、サウンドに関しては Bluetooth で接続ができます。もちろんね、オーディオケーブルも利用可能です。映像も HDMI 接続だけじゃなくて USB-C だけで接続ができちゃいます。今回のキャンプでは僕の MacBook と、接続して、その映像を投影して楽しんだんですけども、スイッチなんかも専用のドックなしで接続することができるみたいです。最近ね、ポケモンにハマってるんで、もうこれでポケモンやればよかったかなと思っちゃいました。その他 5GHz 帯の高速 Wi-Fi とかを内蔵していて、ミラーリングなども高速という感じでね、かゆいところに手が届く仕様となっています。接続の方法とかがここまで柔軟に設定されていて、それでかつデザインも素晴らしいスピーカー&プロジェクターってなかなかないと思うので、本当に今回は上がってます。おいよ、超ニンニクだよこれ。最高、やばいよこのアヒージョ、すげー最高ニンニク。あー、てかあれだな、あれは使いの忘れてたわ、シーフードミックス。ああ、あれコンビニなし。木も前傾にしてなってくる。ようやく乾杯の時間となりました。なりました。ああ、すいません。では、はい。やーばい。おでーす。うまーい。いや。うまいやん。うま。アヒージョ。
ということで夜にもなり、ついに映像鑑賞タイムが始まってしまいました。今回は僕の MacBook と USB-C で接続して映像を投影してみています。タープに映像を投影するのいいですね。大セーフ？暗くてあんま見えない。すごい、結構しっかり映ってる、これ今YouTube から USB-C だけ、 USB-C だけでいけるのめっちゃ楽。いいね。うん、大体持ってます。うん、え、上がってくるな。いいですねこれ。いや、なんかいいよね。思ってたより綺麗。いや、綺麗だよね。なんか最初めっちゃ暗かったから。あ、そうそうそう、昼とかやっぱダメだけど全然。あと音もやっぱそんなに低音響くわけじゃないから、なんか逆にいい、キャンプに向いてるかもしれない。どうよ、それで来たの？そう、色もめちゃくちゃいいし、音もいいし、いろんなとこにね、設置できるからいいっすよね。あ、確かにね、場所選ばず設置できる。バッテリーでいけるんすよ。バッテリーでいける。いくついけるんだろう。確かね、音楽だけで6時間で、映像だけだと3時間とかかな。めっちゃ十分、映画1本見れる。うん、てかさ、めちゃくちゃおしゃれだからキャンプにね、いいよね。いいっすね、おしゃれな形で。うん、スピーカーってだけでもバッテリーでいけるやつそんなないっすよ。確かに確かに、それがいいよね。キックバックじゃん。おはようございます、みんな。あれだ、ガッキーさん、そして設定ありがとう。設定はガッキーさんにお願いしました。ケイスケさんよりガッキーさんの方が分かる。そうそうそう、これ詳しい。みんなで映像を見ながらチルするの最高でした。バッテリーは先ほども言った通り、音楽だけだと6時間程度、映像だと3時間程度はバッテリーが持ちます。映像に関しては距離を調節すれば最大100インチ程度の大きさまで投影ができるとのことで、映画も臨場感マシマシで見れるんじゃないでしょうか。僕たちは映像を見ながら、このカメラがどうとか、この映像手法がどうとか語っていたはずなんですけども、いつの間にか鈴木まみこ最高という推し活に変化してました。みんなね、鈴木まみこも大好きなんだから。さて、話はそれましたが、今回の秋キャンプもう最高でした。やっぱりみんなで一緒の時間を共有するってもう本当にいいですね。焚き火に当たりながらビール飲んで、好きな映像を見てやいのやいの言って、こういう時間を大切にしたいなと思いました。僕自身、今回のプロジェクターはかなり気に入ったので、今後も積極的に使っていこうと思っています。今回みたいなアウトドアでももちろん、自宅でもね、積極的に使ってみようかな。概要欄にリンクとか貼ってあるので、今回のでいいなと思った人はぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。